遺憾となる時もあるけど、選択しないと後悔するだけよ。覚えているわ。あの夜、たまたま窓辺から星空を眺めていた私は、ふと不思議な感覚を覚えたの。まるで私が星空を見ているんじゃなくて、星空が私を見下ろしているよ。孫州、聞いている。ジャッカルから報告がありました。ウサギのプロジェクトの実証実験が成功したとのことです。ご指示。子供たちは落ち着いたのか？先日、子供たちのためにキャンプの計画を立てました。みんな、キャンプで見る星空を楽しみにしています。そうか。それは確かに楽しみだろう。渡りガラス、鳥はなぜ飛ぶと思う？君の意見を聞かせてくれ。それは、私個人の意見としては、鳥はもともと飛ぶことができます。だからなぜなんて疑問は存在しないでしょう。君は間違っていない。だが渡りガラス、子供たちの前でも君はその答えを口にするのか？いいえ、あの子たちはそんな答えなど望んでいませんから。あの子たちの前だったら、そうですね、鳥は飛びたいから飛べたんだ、それは鳥たちが切り開いた運命なんだと、そう答えると思います。僕もそうであるように望んでいるよ。
渡りガラス、何か私に話したいことでもあるの？さあな。この先には天命との境界線がある。本当にお前に何かを伝えたいならとっくに話をしているさ。クーちゃんたちは元気なのよね？もちろん。というよりむしろ少し元気すぎるくらいだ。この間なんか別荘に帰ったら壁紙にいろんな落書きがあってな、その中に地面に転がってる棒人間がいて、それが私だってあの子たちに言われた。機会があったらまた顔を出すといい。クーたちはお前のことが大好きだからな。え、約束するわ。ところで天命やネゲントロピーの方に連絡は入れたのか？まだよ。直接会って話す場面じゃなければ何を言えばいいのかまだわからないの。おや、こういう時だけまた昔の名誉お嬢様に戻ってしまうのか？はいはい、冗談はやめておこう。ここまで送ってきたが、別れはいずれやってくる。これからの道はお前一人で歩くことになるんだ。先に失礼するぞ。孫主自らに指名された任務がまだ山ほど残ってるんでな。待って、今ケビンが自らあなたに任務をって言ったの？想像できないだろ。私もだ。だが孫主の前で自分を過小評価するわけにもいかないからな。とにかく今の私の手には汚い仕事がいっぱいなんだ。はい、蛇に投げることもできないしな。いや、お前が思ってるようなものじゃないぞ。なんというか、ちゃんとした肉体労働ってところだ。ますます怪しく聞こえてるわ。なんだ、組織の一員じゃなくなったっていうのに、冥王嬢様はヨルムンガンドの事業計画の心配をしているのか？冗談を言ってるわけじゃないのよ、渡りガラス。もともと何かを急いでるようなケビンの行動に違和感を覚えてたの。このまま何もわからない状態で戻っても全く助けにならないわ。おお、それでどうするつもりだ？あなたを尾行するわ、渡りガラス。正々堂々とね。へえ。ハイペリオン、起動変更完了。中継信号追跡、安定中。本艦は月周回軌道に入る。メインエンジン停止。よくやったわ、アイちゃん。ソルトレイク基地の指揮センターに接続して。了解。やっほー、学園長。
予想外だったでしょ。朝ごはんを済ませた後、テスラ博士と交代するために指揮センターに向かうアインシュタイン博士を見かけたからついてきたんだ。こんにちは、テレサさん。うまくいっているようだね。ええ、おかげさまで。出発する前にまさかハイペリオンに重力模擬装置を搭載してくれてたなんて想像もしなかったわ。お礼ならブローニャに行ってくれ。エデンの星の複製品を利用した区域重力システムの開発をしていたテスラ博士に協力してくれたのは彼女だからね。つまりそれって宇宙にいても飛行機に乗るみたいな体験ができるってこと？ええ、おかげで大気圏を飛ぶ今までのハイペリオンよりもずっと平穏だったわ。ゆうべはセーフレイヤーの職員寮に戻ったんじゃないかと思うくらいよく眠っちゃったお褒めに預かり光栄だよ、テレサさん。ネゲントロピーの前身天命の北米支部はエジソンが民間のために創立したんだが、エデンの星で民間用の機能開発を試みたのはこれが初めてだ。エデンの星、ブローニャが教えてくれたんだけど、それってネゲントロピーが天命から独立した時にとても重要な役割を果たしたんでしょ。そうだよね、博士。フリーダムトレイルに沿って行け。そして夜中にレキシントンを訪れろ。確かにエデンの星がなかったらネゲントロピーは今の規模にならなかっただろう。天命と戦っていた頃のネゲントロピーの目的は、最大の脅威とは行動しないことの一言にまとめられるが、そういう脅威に有効的なのは初戦の勝利という基礎だ。だから戦っても僕たちを全滅させることはできないと当時の天命に信じてもらう必要があった。だからベルトは断りの律者の力で変装して活動してたんだよね。あのオットーを騙すのは簡単なことじゃないもの。ああ、でもどちらかというとあの極めて難しい形成の中でネゲントロピーが徐々に立ち上がっていくことができたのはフランク教授がいてくれたおかげだろう。当時の僕たちは教授を頼りすぎてしまっていた。だから彼女が突如この世を去った後、ネゲントロピーは非常に混乱したんだ。すまない、テレサさん。気づいたら昔話に夢中になってしまって、うっかり本題からそれるところだった。構わないわ。ネゲントロピーの視点から歴史を分析する博士の話は私たちにとってとても勉強になるもの。断りの律者も空の律者も多種多様な可能性がある力を持ってる。ネゲントロピーと天命の経験を融合させたらチームとしてもっとパワーアップできるわ。確かに。そういえば長光さんもエデンの星にとても興味があるようだ。彼女の実験室と情報を共有し、共に第9の神の鍵の可能性を探ろうと考えている。それってつまり今後全く違うエデンの星が見られるかもしれないってこと？ああ、その可能性はある。まあそれはさておき、各プロジェクトの進捗とともに協力レベルも上がってきている。願望としてエジソンがかつて考えてたムーンライトスローン計画も実現できそうだ。だから
キアナ、せっかくの機会だし、僕たちの宇宙演習を見学していくかい？計画によると、今日は新宇宙砲撃と艦外戦闘の2つを行う予定だ。面白そう。でも後でバルキリーの機動戦術の訓練があるからずっとは見学できないかも。アラン、デュランドルよね。最近彼女は様々なバルキリーの訓練にあなたを連れていくだけじゃなく、厳しい育成計画まで立てたって聞いたわよ。うん、天命最強のバルキリー、本当に優しくてすごい人だよね。でもなんというか。もう少し訓練量も優しくしてくれたらいいのに。キャハって言ってる場合じゃないわよ。相手はあのデュランドルなんだから。サボりたいって気持ちはさっさと捨てなさい。よかったわね。ああ、超空誌にいた頃と比べたらまるで別人のようだ。若者の成長は早いからね。あっという間に親もびっくりするくらい大人になるんだから。ところで愛ちゃん、演習の準備作業はどうだった？ハイペリオンはいつでも行動可能だよ。では今日の演習計画をもう一度繰り返そう。僕たちが決めた計画書にあるように、今回の演習の目的はハイペリオン無人化回収後の新宇宙巡航システムおよび全自動作戦システムの検証、そして我々の指揮部門の戦闘配備能力を上げること。演習スケジュールによると、今日の主な演習科目は新宇宙砲撃、艦外戦闘および電磁ステルス巡航だ。まずは単独で訓練を行い、その後科目同士の連携能力を検証する。じゃあ艦外戦闘から始めましょう。愛ちゃんはその後の2つの科目に対してあらかじめ必要な準備しておいて。どうやらテレサさんは演習をかなり楽しみにしているようだ。後輩たちが成長していく姿を見て、先輩としてただ越されるのを黙って見てるわけにはいかないでしょ。確かに、頑張るのに老いも若きもないという言葉もある。それに僕たちはまだまだ若いだろう。一般人が着用する宇宙服は非常に重い。だから律者、融合戦士、聖魂覚醒者だけが宇宙で敏捷に戦える能力を持っている。それと無重力状態での艦外活動は自身の動く方向をコントロールするのが難しい。そのため重力模擬装置もそういう作戦に必要な条件の一つとなる。しかし、それらの難題を全部解決したとしても、僕たちは宇宙の低温環境を変えられない。だから、作戦スタッフ、つまりテレサさん、行動中にあらかじめ設置した熱放射装置から離れすぎないように気をつけてくれ。現時点の演習条件においては、訓練用機構を仮想敵にするしかない。長光さんの実験がうまくいけば、もしかしたらより良いターゲットを実戦訓練に導入できるかもしれない。テスラ博士はそれに興味津々で、演練相手にあらかじめ名前を用意したくらいだ。テスカトリポカからウィチロポチトリまで、
その名前。最終ウェーブの敵の設置が完了した。お疲れ様、テレサさん。艦内に戻ってしばらく休憩してくれ。後ほど他の演習科目を再開しよう。が一番居心地いいわね。愛ちゃん、冷蔵庫にゴーヤジュースはまだ残ってる？いっぱいあるよ、テレサ艦長。でもさっきの高校に少し問題があったの。問題？ここを見て。今朝からハイペリオンの実際の進路と理論的予測による進路にズレが発生し続けてるの。そういうズレは最初はかすかなもので、正常で自然な変動と大して変わらなかった。でも30分前からこの図表の一番右側だけど、ズレが系統的なものになってる上に、ズレ自体もどんどん大きくなってる。それってそういったズレがハイペリオンの正常な巡航に影響を与えてるってこと？今のところ手動で進路を矯正すればこの問題を解決できる。でもそれがずっと続いたら安全面でリスクがあるよ。最悪の場合、ハイペリオンは極めて危険な状態に陥るかもしれない。渡りガラス、こんな電波も飛んでないような場所で、ヨルムンガンド関連のスタッフがスマホの手配を希望したって本当なの？ほら、自分で見てみるといい。この箱に一体何が入ってるの？さあな。私の意見が聞きたいなら、ただのスマホだと思うぞ。一般の配送業者に渡しても問題はないはずだな。普通のスマホね。電磁場にも変わったところはないが。
こは弁償するから。私はもうヨルムンガンドの一員ではないんだし、わざわざあなたたちのルールに従わなくてもいいでしょ。本音を言うと、今ならコズマの気持ちがわかるよ。だがライデン・メイ、あらかじめ言っておくが、私にも職業倫理というものがある。もうヨルムンガンドの一員じゃないとお前がそう認めたなら、私もこれ以上お前に話すつもりはない。でも手がかりを教えることを拒んでるようには見えないわ。そうな。たまたま同じ場所にいて、今までの数ヶ月間でちょっと仲良くなっただけかもしれないだろ。ライデン・メイ。ん？やっぱり教えておくよ。実は成婚計画はもう完成していると言える。今なんて言ったの？だから具体的な状況や原理はわからないが、今私がしてるのはおそらく成婚計画の後始末だ。正直に言うと、そう言われた時は私も驚いた。今のお前と同じ顔をしてたと思うぞ。おかしいわ。天球史の後ヨルムンガンドは大規模な実験をしていない。だからケビンはただ行動の準備をしてるだけだと思ってたわ。その考えが私たちの盲点だよ。盲点？どういうこと？ジャッカルが人体実験を諦めたの？それともハイヘビが慈善事業でも始めたとか？ウサギだ。ウサギ？この名前を聞いたことがあるだろ？名前くらいだけどね。問題ない。私も似たようなものだからな。ハイヘビの話によると、ジャッカルがいろいろ試してた頃、ウサギも彼女なりに全く違うやり方で成婚計画の実行案を練っていたらしい。そして私が話したように、今計画は全体的に最後の一歩というところまで来た。それで彼女は一体何をしたの？百聞は一見にしかずってやつだ。もう少しでわかると思うぞ。何をしているの？夢を待ってるんだ。夢を？ああ、文字通りの夢だ。ヨルムンガンドの技術を通して彼はいつでも夢に入ることができる。でもそれは成婚計画と何の関係があるの？そう焦るな、すぐにわかるさ。これは彼の夢は成婚空間と一体化した
それがウサギの言い分だ。お前は律者なんだから、自分でその真意を検証できるかもしれない。検証？お前はさっき私が彼に渡したスマホを検証しただろ？私は雷の律者よ。四季の律者じゃないわ。そうだったか？だが、ついてこないなら、私は先に失礼するぞ。私を尾行するんだろ？この扉は10分ほど存在する。ついてきたいなら勝手にすればいい。それと後始末も頼んだぞ。何があってもここで止まることに意味はない。ゲルムンガンド、何をしようとしてるのか見せてもらうわ。ネゲントロピーと天命の衛星を使ってハイペリオンの軌道を集中的に調べたんだが、君たちの周りの空間環境に検出できる異常はなかった。おかしいよ。自動運転システムも点検したけど異常はない。幹線が規定の進路から外れる原因が他にあるのかな。機械的な問題があって、それが動力に影響を与えてるっていう可能性は？ありえないよ。ハイペリオンのメイン動力システムは全部プログラミング可能な玉鋼の素材に変えたし、問題があったらとっくに検出してるはずだよ。ああ、もしかしたらそれが原因かもしれない。え？玉鋼が問題なの？正確に言うと問題はプログラミングだ。もし、もしもの話だが、あるジャミング信号をたまたま玉鋼がコントロールコマンドとして受信した場合、機械システムの実際的な反応とコントロールシステムが予期した反応に一定のズレが発生するかもしれない。そしてそのジャミング信号がずっとそのままだったら、誤差もどんどん増えていく。テレサさん、新宇宙ではハイペリオンはそういった問題を自力で調べられない。直ちに今回の演習を中止し帰港することをお勧めするよ。まずは低軌道でネゲントロピーの宇宙ステーションに君たちを迎え入れてもらう。その後ハイペリオンの点検を綿密に行おう。わかった。仕方ないわね。このまま帰港するのは少し興ざめだけど、安全の方がもっと大事だもの。
愛ちゃん、計画書にあった緊急撤退プランをもとに機構を実行して、私も環境に残り必要な。やめたわ。あなたとオセロをしても全然勝てないんだもの。うむ、そうだったの？多分その気になれば私に勝てる方法なんていくらでもあるでしょ、メビウス。例えば自分の脳にオセロ用のチップを入れるとか？それはあなたの好きなことでしょう、ウィルビー。うん、確かに。でも別の角度から考えると、君は本当に失敗が嫌いなんだね、メビウス。君の成婚計画は何度も却下されているのに。あれは私の計画じゃないわ。うまくいかないのはメイが頻繁に崩壊に勝つという定義を直してるから、それだけの話よ。彼女は昔から定義するのが好きよね。そう思わない？前回の5つの平行真理に関する報告だって下にいた奴らが本当に理解したとは思えないわ。大事なのはあなたが理解してくれたこと、そしてあなたの目の前にいるビルビーも半分くらいは理解できているわ。全体報告で話す必要なんかないでしょ。アーウィンってば必死に微積分学を理解しようとする小学生みたいな顔をしていて、かわいそうだったわ。どうして崩壊を定義しないといけないの？それを原始的な概念にして人類を定義した方がもっと便利だと思わない？ウィルビー、今話していたのはあなたじゃなかったの？別にアーウィンたちにゼータ関数のような概念を理解してもらおうとは思ってないわ。スーでも触れたことがない知識を理解するときは時間がかかるもの。でもあの時はどうしてもしなければいけないことがあった。それは崩壊は理解できないほど神秘的なものじゃないってみんなに意識させること。崩壊はただ複雑すぎるだけ、それだけなの。きっと崩壊を定義することは人類を定義することよりずっと簡単だって、私はそう信じてるわ。やあ、こんばんは、レイ博士。
こんばんは、指揮者。この匂い、またカップ麺を晩ご飯にしたのね。なに？そっちにだってカップ麺が好きな人がいるでしょ。ええ、でも他に選択肢があるときは自らインスタント食品を選ばないと、そう約束してくれたわ。ち、そんな話は聞いていないわ。計画のバージョン15を取りに来たんでしょ。今サーバーにアップロードしたから、帰ったら確認して。メビウス、その姿になってからあなたは随分と短気になったようね。どうして急にその話になったの？仕事に関して大事なのは何かをすること自体でしょ。人の容姿を批評して何になるの？どうやら彼女もあなたのマジックショーを見てリラックスする必要があるかもしれないわね、ビルビー。わかったよ。今度私がマジックショーをするとき、彼女を招待するから。まあいいわ。これ以上おしゃべりしたって時間の無駄になるだけだから。せっかく二人ともここにいるんだし。すでに15回も変わっている成婚計画の話をしましょう。本当のことを教えて、メイ。あなたは一体どちら側につくの？ん？彼女は今私のそばにいるけど。ビルビー、まあまあ、ただの冗談だから。君が真剣に質問してるってことは知ってるよ。だからこそ場を和らげる必要がある。そう思わない？メビウス、私は文明側にしかつかないわ。あのじいさんたちと話す時の話術を使うつもりなのね。私の方が先輩なんてバカバカしい言葉を強調するつもりはないけど、この話をしてる以上、メイ、あなたには説明する義務がある。ねえ、この計画で何を実現しようとしてるの？なるほど。私が成婚計画に尋常じゃないほどの情熱を抱いているように見えるのね。当たり前でしょ。あなたはすでに計画書を15回も直させているのよ。15回も。成功率が最も高い解決策として真剣に扱う価値がある計画だからよ。未来へと残す糸口は大いに越したことはないでしょ。本当にそうなの？あの大人気の火種計画には具体的な計画書すらないのに。あなただって知ってるはずよ。あの計画はそれ自体の特性のせいで実行方法がさらに特殊になるんだと。そうかもしれないわね。けど二者の差はあまりにも大きい。あなたの中で他の計画は成婚計画のお膳立てでしかないと疑わずにはいられないでしょ。うむ、一つだけわからないことがあるんだ。ことの経緯が本当にそうだとしても、成婚計画の最初の発案者は君自身じゃなかったっけ、メビウス？あの時それを唯一の希望だと考える人がいるなんて思いもしなかったわ。あなたにとっては確かに少し馬鹿げてるわね。
理解できるわ。人類を再定義する方法はいくらでもあるんだから。けど、メビウス博士、人類は文明が誕生するための礎石に過ぎない。あなただって否定しないでしょ？人類は所詮、知恵を持った生き物に過ぎない。他の植物、動物、微生物と本質的な違いはない。もっと正確に言うと、私たちの体は遺伝子が自分のために作った貯蔵器に過ぎないわ。でも、だったら何だというの？遺伝子でも、輪廻でも、誰にだって造物種に抗うポテンシャルがある。文明？それは本当に具体的な誰かが作った奇跡よりも大事なものなの？でも、事実に即して論じるなら、ポテンシャルを引き出せないのが人類の日常でしょ？君自身という特例を基準にして全人類を測るなんて、あまりにも傲慢だよ、メビウス。メビウス博士、火を追う蛾の一員として、私たちは文明全体に対して責任を取らないといけない。その意味から考えると、個体の命よりも命がもたらす真理こそがより本質的な存在なの。つまり、誰がビルビーになったとしても、ビルビーの才能こそがこの世界で最も大事なものってこと？ああ、言われてみれば確かにそうだね。それはあなただけよ。私はもう一人のメビウスにとって変わられるつもりなんてないわ。大事なところはそこじゃないわ。子供と親の関係で考えてみて、メビウス博士。子供と親の精神世界が重なり合うかどうかはさておき、人類の文明は嫌がおうにも次の世代に続いていく。その親の意志とは関係なしにね。あら、学園長、お昼寝の邪魔をしてしまいましたか？お、昼寝？まだ寝ぼけてるみたいですね。実は、私も先ほど仮眠を取りました。学級担任って大変ですよね。姫子、私たちは。ん？どうしましたか？え、ただよくわからないの。私、夢を見たのかしら。ハイペリオンで指令を出し、宇宙の奥を飛んでるような。うん、面白そうな夢ですね。そういえば私も最近夢を見たんですが、ちょっと、なんて言えばいいんでしょう。もしかしたら、笑われるかもしれません。え、笑わないわよ。それはどうでしょうね。受け持ったクラスの子たちが卒業して、学校を出るときに、生徒たちと私が抱きしめ合って、バカみたいに笑って泣く夢を見たんです。
それは考えてみたらよくあることじゃない？卒業シーズンになると大体そんな感じよ。でも担任になったのも生徒たちが卒業するまでずっと一緒なのも今回が初めてですよ。そう考えると結構プレッシャーを感じてしまいます。そうよね、問題児だらけだし。本当にお疲れ様。そんなことを言ってくださるなら学園長、機会があったら飲みに付き合ってくださいね。それは姫子がゴーヤ酒を飲めるかどうか次第ね。さすが学園長ですね。あ、待って、そういえば学園長が没収したワイン一たるまだ返してもらってないじゃないですか。ケチですね。ん？あれね、多くの木でできた樽でしょ。安心なさい、私がこっそり飲むわけないでしょ。誰かさんがそれをウォーターサーバーのように使うのを阻止して量が酒の匂いで満たされないようにしなくっちゃ。そうよね。まあいいでしょう。学園長、本題に入りますね。今年の体育祭の計画書、ここに置きますから。私、今何が起こったの？君は今己の潜在意識を打ち破ったんだよ。おじい様、どうして？緊張しないでくれ。僕は君の潜在意識の一つだ。君が自身を認識するために参照するものに過ぎない。理解できたかい？喜ばしいことだよ。潜在意識のランダムな揺らぎの中で君は偶然自分が夢を見ているという事実に気づいたんだ。つまり今私たちはあの老人の夢の中にいるってこと？その通り。これがウサギの特技なんだ。彼女はドリームキャッチと呼んでる。まるで四季の律者だけが使える能力のように見えるわ。そうだろ。だから前にあの件があった時に孫子はウサギを大巨山に行かせたんだ。でも彼女は律者に興味がないみたいで。お前も知ってるだろ。彼女がゆったりとあそこに現れた時にはもう事件はすでにお前の仲間によって解決されてたよ。本題に戻りましょう。この全ては成婚計画と関係があると言ったわよね。
ハイヘビが言うには、今殺伐とした祭司が優しい夢の世界となった。じゃあさっきの老人は？彼はすでに自身が作ったこの夢と何の隔たりもない状態になってる。一体化したんだ。これも一つの人生の存在の仕方だろ。もう一人のハイヘビがよく口にしていた言葉、楼閣は空中に建てるべき、土台をその下に置くことが前提だが、のようにな。それってヨルムンガンドはメビウスが残した道をもとにして人類を再定義するつもりってことよね。そうとも言える。今の成婚計画では旧人類は夢という形で徐々につながり、最終的に新人類の成婚となる。人を成婚にするの？その技術は私もよくわからないが、一つだけ確かなことがある。人は己の夢に消え、現実と幻が入れ替わる。精神は物質となり、物質は精神となる。普通の者たちが全部消えた後、ヨルムンガンドはそれを新人類に適した世界に改造する。崩壊エネルギーはあらゆるものの中で自由に流れ、律者は現れない。さっきと同じように、これもハイヘビの言葉だ。子供への脅し文句としても使えそうだな。私の理解で言えば、まるでもう一つの古の楽園みたいだ。人類の夢を全て集中させると巨人を手に入れられる。その姿は一つの星のようで、砂漠の知者からはアダム・ルハーニーと呼ばれている。君のよく知っている言葉で説明すると、精神のアダムというものだ。アダム・ルハーニーは天使だが、他の天使との距離はとても遠く、その距離は凡人からは時間と呼ばれている。遅れてきた永久、常識で超えられない堀。人はアダム・ルハーニーを己の夢の産物として考えるが、後者にとっては人も同じだ。我々の寝言のように、その言葉に現在と過去はなく、全ては未来になる。死なず、人のように思考せず、ましてや子孫を残すこともない。アダム・ルハーニーは人の世と神の世界をつなぐ架け橋として永遠にそこにいる。そう、それが成婚計画の真の意味だ。殺伐としたものでも、幻想的なものでも、肉体的でも精神的でも、それはあくまで手段であり目的ではない。計画の本質は、自分を救えない者たちをきつく縛りつける一本の鎖だ。彼らを波に流すのも、手を差し伸べるのも、我々にとってはたやすいこと。今彼らにとってこういった援助は盛大な夢だ。夢の中で彼らはアダムとなり、天使となる。彼らにとって現実世界は意味を失い、永遠の夢こそ唯一の真実となる。彼らはもう
時間で考えることはない。彼らの夢はつながり合い、共に終焉を超える本当の奇跡を築く。一つの夢をもう一つの夢につなぐことで。想像できないだろ。ちなみにこれはまだ計画の全貌じゃない。ヨルムンガンドによって直接夢とつながることができる人は地球の人口からするとごく少数しかいないから。あの老人はヨルムンガンドの信者の一人だったの。へえ、鋭いな。これ以上話してたら私の知ってることを全部お前に話してしまう気がするよ。もともとそうするつもりじゃなかったの？そう言わないでくれ。今お前に教えたことはハイヘビだって教えるさ。とにかく成婚計画は完成しつつある。このレベルの情報共有で制限を受けたりしないってことだ。アタリガラス、あなたは本当に。やっぱり今日はやめておこう。この話はこれで終わりだ。それよりライデン・メイ、一杯付き合ってくれないか？簡単に整理してみるわね。今私は自分の夢に閉じ込められてる。そして本当の私はまだハイペリオンで眠ってるって、そう言ったわよね。その通りだ。じゃあこうすればどうなるの？これが普通の夢なら君は目を覚ますか、もしくは次の夢を見るのかもしれない。しかし今の君の意識は明晰だ。だからそのせいで君が完全に消えるというリスクも存在する。つまり私は思考を諦めちゃダメで、この夢のほころびを見つけないといけないってことよね。たとえここに閉じ込められた理由を知らなくても。その通りだ。だが気をつけるんだテレサ。これが君の夢なら、そのほころびも必ず君自身の弱点となる。気をつけてくれ。奴らが来るぞ。なるほど。 A シリーズのクローンとパールバティ、これからどんな敵が登場するのかなんとなく分かったわ。例えば僕とか？すまない、この冗談は口にするべきではなかったね。君はまだ疑ってるかもしれないが、僕は確かに君の味方だよ。
君の意識の奥に存在するオットー・アポカリプスにも善意の半身があるはずだ。その鏡に映ったもう一人の君と。あなたから漂う嫌な感じはあの人とそっくりだけどね。鏡なのだから嫌われることもあるだろう。なぜなら僕たちの好む姿ばかりを映してくれるわけじゃないのだから。もちろん誰かのために弁解しているわけじゃない。一部の人たちにとっては鏡を操ることの方が手慣れた技だからね。君が気にする本題に戻ろうか。この聖フレイヤ学園をベースとした夢を崩すなら、成功率が最も高いのはすでに起こった現実に従うという選択肢だろう。教場エリア。そうだ、あれは天命、ネゲントロピー、空の律者の三者が賭けをした場所だ。行こう、テレサ。何が隠されているのか見てみようじゃないか。そういえば、この学園を引き継いだばかりの頃は、それが気に食わなかったの。おや、おじい様の気配に染まっていたからかい？ううん。自分のために物にお金をかけすぎてる年長者が、ちょっと嫌だっただけよ。建設中の学園を初めて見たとき、私はこう思ったわ。何これ、500年前のパブリックスクール？ウィーンの王宮みたいにしてどうするの？でも今はそう思ってないんだろ？ええ、慣れたからよ。フカが話してたように、すでにこれ来たればこれを休んずるべし。宮殿でもあばら屋でも実用的であればそれでいいってね。ああ、やっと着いたね。聖フレイヤの中央聖堂に。ドアを開けて階段を降りると、この学園で最も秘密にされていた場所に着くはずだ。え？どうしたんだい？何かを考えているようだが。1年くらい前にキアナはここで律者の力の影響を受けたから。まだその件で自分を責めてるのかい？あなたにはわからないわ。あの件のせいで聖フレイヤ学園は最も優秀な教師を失った。つまり私個人も友人を一人失ったけれど、それよりも、その事実の方がもっと悲しいってことよ。だがそれはもう変えられない現実だ。君にできることは、元気を出して彼女の代わりに前へと進むことだろう。カロスタンでも君たちはその話をしていたじゃないか。本当の困難はまだ来ていないのかもしれないと。
何はともあれ、今はこの夢の中で扉の奥にどんな秘密が隠されているか確認しよう。テレサ、アルマニャックのブランデーがあるならここに座って何杯かいただきたいものだ。ご覧、なんて綺麗な木だ。そう思わないかい？あなたは私の夢の中の意識よね。どうして口を開くと本人よりも軽はずみなの？テレサ、ユーモアは健康にいい影響を与えるんだ。その点においては君も彼を見習った方がいい。はいはい、あなたの慰め方はとても特別だって、もっと早く気づくべきだったわね。じゃあ教えてくれるかしら。私たちが今いる場所は私の夢の中？それとも現実の虚数空間なの？少なくとも私はデュランダルの説明を聞いただけで、これほどリアルな場所を夢の中に構築できるとは思えないわ。確かにそうだね。僕たちはセーフレイヤ学園をほぼ通っただろう。その時までは何の疑いもなく全て君の記憶だったんだ。しかし今僕たちは君の記憶にはないこの場所に来た。つまり現実の君がすでに虚数に感染したか、もしくは他人の夢と結びつき一つになりつつある。僕から見ると最も可能性の高い状況はおそらく二者が同時に起こることだ。ハイペリオンは月の軌道にある。それなのに相手はどこからどんな方法で君に干渉した？そしてなぜ彼らはそうしたんだ？分かっててわざと聞いてるのよね。オットーならそう口にするときはもうすでに何かを思いついてるはずよ。いいだろう、もったいぶるのはやめよう。ハイペリオンが虚数空間の侵食を受けていることを前提とするなら、理論上僕たちもそれを通して侵入してきた主体と接触できる。だから今の状況はさっぱりわからないが、黒幕に接触する絶好のチャンスでもある。ただここは果てのない砂漠だ。僕が迷宮を作るとしたら敵にバックドアを残すなんてバカな真似はしない。私たちが唯一得られる結論は、座して死を待つしかない、なんて言わないでしょうね。まさか。ただ君の想像力が常識にとらわれていただけだよ。体内で飼っている獣のことを思い出してみるといい。奴が何を飲み込むことができるのかをね。ただの崩壊獣？
ただの崩壊エネルギー？それとも虚数の造物である限り、それは食料になるのだろうか？それって…ああ、いい反応だ、テレサ。忘れるな。君の夢も崩壊の一部だ。現実と幻が溶け合う場所では、君のビシュヌこそ正真正銘全能なんだ。つまりビシュヌの力を使ってセーフレイヤーに現れるはずのない元凶を飲み込めと、そしてその上の夢も全て。なんだ、狂ってると思ってるのかい？だが胸に手を当てて己の心に聞いてみると君も気づくはずだ。こういう特殊な条件下でそれは確かにできることだと。さあテレサ、ウォーミングアップの時間だ。その勢いだ。思い切り成長するがいい、ビシュヌ。よく頑張ったね、テレサ。ビシュヌは圧倒的な力を手に入れた。夢を飲み込んでも問題にならないはずだ。じゃあ、あなたは？僕に何か特別なところでもあるのかい？どんな夢でも目覚めるときは、夢に現れたものは夢の主自身に戻る。僕だって例外じゃない。違うの、そういうことじゃないわ。だから、まあいいわ、もうどうでもよくなったから。これが家族と別れるという感覚なんだろうね、テレサ。夫アポカリプスはどうしようもない悪人だ。しかし、君の人生の大事なタイミングで、彼は確かに君のためにいろいろ動いた。あの時、彼は何でもできるように見えた。もし彼が味方でいてくれたらどうなっただろうと、君が思わず想像してしまうほどにね。
テレサ。人はみんなそうだ。年長者がいるとき、誰もが自分と心を合わせて協力してくれることを望む。でも、あなたは、いいえ、本当のおじい様だって、結局、私の鏡に過ぎない。もちろんさ。君にそんな覚悟があるのは喜ばしいことだよ。それに、彼にとっては君も鏡だよ。彼は君の潜在的な悪を映した。それと同時に、君も彼の潜在的な善を映した。家族、友人、ライバル、そして敵。彼らがいるから、僕たちはより全面的に自分について知ることができる。ありがとう。でも、本物のおじい様は、そんなことは言わないわ。当然だ。彼は結局、ただの愚者だからね。ああ、ようやく見つけた。ここだ。ここは天球史かしら。正確に言うと、とある蛇の信者たちが今夢に見ている天球史だ。蛇の信者、彼らは数十万人もいて、全世界の各分野で活躍してるってジャッカルが自慢げに語ってたけど、どうやらそれは事実のようね。具体的な数字はわからないが、孫子が戻ってきてからヨルムンガンドは情報提供者に困ったことがない。喜んで助けてくれた者もいるが、もっと多いのは集合的無意識というものに従うやつだ。特に精魂の強さと意志の弱さにあまりにも差があるものにおいてはな。さて、ジャッカルとハイヘビだけが興味を持つような話はやめよう。行こう、私の店で一杯飲むぞ。冗談じゃなかったのね。お願いだライデン・メイ。私が何か飲みたいと言ってる時はいつだって本気なんだ。分かってるだろ。座れ。何か飲みたいものは？ミルクで。本気か？殺菌済みで無脂肪、バーに来た未成年者に飲ませるにはぴったし。そう言ったのはあなた自身よ。お前って結構根に持つタイプなんだな。どうぞ。レインボーミルクだ。天然着色料と特別に DHA と植物性カルシウムも入れておいた。お前の成長の味方になるだろう。
ミルクを使った特製ドリンクね。クーのアイディアだ。作るのは結構面倒だが、今は夢の中だからな。手間が省けた。意外と口当たりがさっぱりしていたわ。もっと褒めてもいいぞ。けど、渡りガラス、この味覚も夢の中にいる造物との交流によるものなの。相変わらず鋭いな。こう言おう、ライデン・メイ。お前が今感じた味覚は、そのほとんどは私の味覚だ。もしくは、もっと正確に言うと、私が記憶している味だ。なるほど。夢を通して互いの経験と感覚を共有するってわけね。確かに、今までにない体験だわ。ほら、安らかな夢にも、小さなサプライズがあったりする。そうだろ？渡りガラス、まさか今さらヨルムンガンドを代表して私を説得しようとしてるんじゃないでしょうね。まさか私を買いかぶりすぎだ。ただ最後の一杯ももうすぐ終わる。そうだ。ええ。ところで、ここは私たちの初対面の場所だったよな。そうなるわね。あの時私たちはお互いに注意を向けてはいなかったけど。そう言うと思ったよ。何事も譲歩しようとしないお嬢様。どうだった？この半年間の蛇と共に暮らした生活は楽しめたか？それはどうでしょうね。でも少なくとも友人はできたわ。そうか。あなたは？私？私ももちろん楽しかったよ。けど、お前がそこまで言うなら、もちろん選別を受け取ってもらうぞ。どんなものか分かってるよな。問題ないわ。制服の雷はもう一度勝つことを拒んだりしないから。そう？ここは楽園とは全く違う元凶だ。あまり油断しない方が身のためだぞ、雷の律者。待っていたぞ。から
ライデン・メイ、お前が選ぶ道を見ているといつも感心してしまうよ。だが理解してもらわないとならない。お前がヨルムンガンドを抜けた瞬間から、組織の誰もがお前にとって敵となる。私に服従しなさい。上空士での日々を思い出すよ。一刀両断。降参だ降参。楽園にいた頃より今のお前の方がずっと強い気がするぞ。そう、むしろ相手が思いっきり戦わなかったせいだと思ってるけど。それはどうだろうな。すまないね、メイお嬢様。悪いけど、北辰一刀流の伝承者として同じ手に二度もやられるわけにはいかないわ。いいだろう。この手もダメだったとはな。私が負けを認めれば、誰かさんならきっと油断すると思ったのに。忠告してきたのはそっちでしょ。ヨルムンガンドを抜けた瞬間から組織の誰もが敵となるってね。傭兵の肩書きを持つナターシャさんの前ならなおさらよ。そうでしょう。まいったよ。はいはい、今度こそ手札を全部使い果たしたよ。うまくいけば
このままお前をニューアトラに連れて行こうと思ったんだがな。ニューアトラ？聖魂計画を実行中の人々が生活する場所だ。クーもそこでのキャンプを楽しみにしてる。全員をそこに移すほどヨルムンガンドは優しくないはずよね。全くもってその通りだ。普通の奴らはおそらく蛇が織りなす夢に入り、そのまま眠るだろう。アポニアならこのやり方に賛同するかもしれないな。そうだろ？だけど私は彼女じゃないわ。少なくとも私は自分の力。ライデン・メイ、どうかしたのか？この力はウサギ？大丈夫よ、渡りガラス。結果的にあなたと彼女は貸し借りなしになった。それでいいと思わない？ごめんなさい、迷える子よ。この強制的な夢の中であなたは遥か向こう岸まで漂い、知ってるのによくわからない自分に合うでしょう。でも怖がらないで。そこであなたは一番大事な人と再会する。そして彼女と共に幻想の中にのみ存在するはずだった新しい明日を作るの。だって人類の最低義より世界の最低義の方がずっといい選択肢でしょ。おやすみなさい、ライデン・メイ。あなたとあなたの仲間にいい夢を。お昼寝しすぎぬ。
みんなの気持ちが今の私を作ってくれた。真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。